こんにちは。お気楽屋の着物着方教室、佐久間です。今回は半幅帯を使って風車という結び方、結んでみようと思います。この風車は手先をね、最初に長く取るんです。こんなに長くって大丈夫って思われるかもしれませんけども、大丈夫なんですね。そしてリバーシブルの帯を使った時に、お羽のとこに表の柄と、せっかくだから裏の柄も出してみたいわって思われる時ないですか？今日の風車は、途中で羽をひっくり返すことなく、入れる方向をね、変えなくっても表と裏のね、柄が両方使えるんですね。リバーシブルだからできる楽しい結び方です。今日の風車には、後でご説明もしようと思いますけども、あんまり張りのある帯じゃなくって、今までだったらこの帯柔らかすぎてなんか使いにくいって収めてる帯、そんな帯がね、今日の結び方にはぴったりなんです。柔らかい帯や、そして今流行ってますよね、大人のへこ帯、ちょっと若いお嬢ちゃんには無理な、ちょっと大人っぽいへこ帯持ってらっしゃる方いらっしゃいませんか？そんな大人のへこ帯でも結んでください。帯を変えることによって風車の風情がまた変わって見えます。帯結びの楽しさは、帯を変えることや帯の質感を楽しむことなんですね。結ぶ途中の所作も、誰が見てるわけじゃないけども綺麗に、そうすると着上がった時の所作もまた変わってきますよ。ぜひ一緒に風車結んでみましょうね。では風車に使うもの、ご説明していきます。帯板はいつも通り後ろまで続いている前結び用の帯板です。そして手の代わりをしてくれるクリップ、今日はね、一つ使っていきます。帯板の真ん中に留めておきましょう。今日の結び方、風車という結び方には、私は柔らかい帯が向いているなと思ってます。私が今日使う帯は半幅帯で4m20cm、 そして表裏このように染めの帯になってます。染め帯ということですから、やっぱりいつも使うものよりは少し柔らかいんですね。この結び方は半幅帯だけではなくって、ちょっとへこ帯でもね、結んでみたい結び方なんです。皆さんがへこ帯、長いね、4メーターぐらいのへこ帯をお持ちでしたら、それを使って結んでみてください。半幅の時とはまた違う雰囲気が出ますよ。そして最後に、帯締めなくってもいいんですけども、私は最後にこのようなうさぎの柄の帯締めを入れてみようと思います。こうやってお見せした時に、あら、なんか反対側にコブができてるわねって思われませんでしたか？これは私の母直伝の方法ですけども、三分紐に帯締め、帯留めをこうやってね、通した時に、なんか作業してる時に全部つるんと取れてしまうことないですか？片っぽだけをこのように片結びにしておくと落ちないんですね。大切な帯留め、今日のものは陶器ですけども、下に落ちてかけたりすることがなくなります。これもね、やっぱりちょっとしたアイディアです。皆さんやられてみてくださいね。ではこれから風車結んでいきますよ。今日は私はこのリバーシブルのこちらの市松の方を出してみようと思います。今日初めてこの動画見てくださった方は、手先の基本の長さ55センチという長さをメジャーでまず測ってみてください。55センチは私の55センチも、見てくださってるあなたの55センチも同じですよね。ですけども、今からこの55センチをね、体で覚えていただくんですけども、手の長さはそれぞれ全部違いますよね。55センチが自分の体のどこになるか、それをね、覚えておくと
帯の結び方が変わっても、帯の種類が変わっても、お気楽屋のこの着方教室の動画を見てくださって、はい、基本の55センチですよって言うと、メジャーで測らなくっても、自分の体で測ることができます。これね、すごく便利な方法ですから、試されてください。では、55センチを測ったら、左手で55のとこ、このようにつまみます。右手は手先の端っこです。右腕をしっかり伸ばしながら、今測った55センチが自分の体のどこに行ってるかな、確認をしてください。そうして、今日の風車は、55のとこ前に持ってきたら、この幅の3倍ほど取っていきます。まず2つ折り。はい、もう1回折ります。55×3 ということですよね。その3倍取ったとこを真ん中のクリップで留めてください。手先が長いですよね。右側に来たこの長い方が手先。折り上げて右の肩に担いでおきます。折り上げたとこ右手で押さえて左手お袖を扱いましょう。帯の上を持って左手で背中まで右手迎えに行ったらその場でご自分が回ってください。帯はね、体に自然に巻きついてくれます。一度目の引き締めです。左手はそのまま帯の上、右手は手先の外側、じわって引き締め。また右手はお腹を押さえておきましょう。今締めたものがね、緩まないようにということです。また左手を袖を扱って、先ほどと同様に、左手で背中まで、このような感じですよ。後ろで手がこのようにひっくり返ってます。はい、右手迎えに行って帯をもらったらその場で回ります。これで体に二巻きができました。2回目の引き締めです。右手は帯の下に持ち替えて手にかぶせましょう。左手は帯の下をずっと触って背中まで。二巻きしましたので、内側の1枚だけをつまみます。右手脇に開いたらここもじわって引き締めです。左手右脇まで帯を迎えに行きましょう。この長い手先、右肩の手先下ろしますよ。一番最初の真ん中のクリップがここで出てきました。右手で取って。半幅帯の時はいつも右脇下を止めてください。もうどんな結び方でも、気楽屋のこの着方教室の動画では右脇下、覚えてくださいね。このクリップを止めたらもう手を離して大丈夫。両手が使えます。前にぶら下がってるこの長い手先を左胸の前まで移動したら裏返していきましょう。右手が上、左手が下。一番元のとこきれいに広げたら両手が20センチ先に出ていって、左から重ねて半分折り。内側にね、耳が行きますよ。右手で耳を揃えながら上がってきたら、中に押し込んでおきましょう。今度は右脇にあるタレの処理です。右手で帯の上を触って真ん中まで行きましょう。開いたら、その下、左手で持って斜めに折り上げです。内側に斜めのこのような線ができますよね。普通でしたらこのまま結ぶとこですけども、もう一度この線から折り上げましょう。そうすることでリボンの結び目が高い位置になってくれます。今日の結び方は手先結び。手先を上に重ねて、はい、長い手先ですけど、引き抜いていきましょう。引き締める前に全部引き抜いておいた方が楽ちんです。はい、ぐっと引き締めです。そうしたら、ここで、下になったタレの方でお羽を作っていきます。今日はね、最初手を長く取りましたので、タレはね、そんな余ってないんですね。結び目に流れ逆らって、右の方に輪が行くように。肩流しです。右には輪、左は垂れ先1枚になってますよ。今日の私の帯、柔らかい帯使いますよって言いましたよね。柔らかい帯の時には、ここもキュッと握ってもらうだけで、
リボンの形ができます。結び目の上に置いたら手先で包んで、はい、結び目に通しましょう。キュッ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 、全部引き抜きです。キュッ。これで1枚目のお羽ができました。今日の結び方の名前、風車ですよね。風車はちょっと斜め、風に揺れてる、回ってる風情をね、出したいですよ。ちょっと斜めにしておきましょう。輪の方が上、垂れ先下っていう感じに、ちょっと斜めにしつらえますよ。そして、今度は長くの残っているこの手先を何枚のお羽にしていきましょうかっていうことです。帯の長さによってここ、枚数もね、変わってきますけども、入れ方は同じですよ。まず最初、この元から、首都手分ぐらいのとこがいいでしょうか。帯を持って。はい、下からです。結び目に通していきましょう。そうしたら、裏返ります。自然にね。裏の柄がここで出てきますよ。引き出す長さは最初に作ったお羽と同じぐらいの長さ。あんまりね、だらーんと長くない方が私は可愛いと思います。引き出したお羽は一手半ぐらいの長さがいいでしょうか。このように引き出しますよ。そして今度はこの手先を入れてくるんですね。そうしたら手先を入れたら、さっきの胴と同じ今度は長柄が出てきます。入れる方向を変えなくっても、入れる位置だけを変えることで、このように途中で裏返したりしなくっても、表と裏の柄がね、上手にこう出てくるんですね。姿見を見ながら、風車のちょっと風情になるように、お羽をね、だんだんにこう広げていきましょう。風車の芯が一つ、お羽がここで1、2、3枚柄がね出てきました。こうしといたらもう右脇のクリップは取りますよ。そうして回していきましょう。右のお袖を上げたら左脇、帯を持ったらちょっと持ち上げて回しましょう。後ろに行ったかなっていうのは、リボンを触って確認をしましょう。そして、ここでね、何にもなくってもね、いいんです。もう、半幅とへこ帯、お羽がいっぱいできて素敵っていう仕上がりでも大丈夫。ですけど、今日ちょっと私の帯は、帯幅も広いので、ここで、帯留めを入れていこうと思います。入れることによって重心がね、ちょっと上がって見えるんですね。ちょっと結んでみますね。片っぽに帯があることで自分の帯留めがカチャンって落ちることもね、防ぎます。帯があったら見えた時おかしいわって心配もないんですね。帯留めはね、こうやって前に出す時に三部紐を後ろに回しますよね。コブは見えないとこに入ってくれます。どうでしょうか。この三部紐があるとないとでは、やっぱり重心の位置がね、ちょっと変わりますよね。いろんなこの三部紐とか帯留め使いながら、この風車という結び方、楽しんでみてください。柔らかい半幅帯。今まではちょっと結びにくくって形作りにくいわって思われた方も、柔らかいからできる楽しい結び方たくさんありますのでね、ぜひ一緒にまた結んでみましょうね。お気楽屋の着物着方教師でした。